どうもしゅんです。こんにちは。今回はレバレジーズさんに来てるんですけども、就活生の方からキャリアチケットのキャリアアドバイザーの方に就活の相談をしていただけたらなっていうふうに思っております。就活生の方から自己紹介お願いできたらなと思ってます。京都女子大学文学部3年の大森美也と申します。学外ではカフェのアルバイトリーダーや難民の就労支援を行っている NPO 法人で活動させていただいておりました。本日はよろしくお願いいたします。レバレジーズ株式会社の飯田優香と申します。キャリアチケットという就活生向けの就職支援サービスでキャリアアドバイザーを行っていて、現在3年目になるところです。同じくレバレジーズ株式会社のキャリアチケットで就活支援のキャリアコンサルタントしている平木奈々子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。一つ目の就活の相談をお聞きしてもいいですか。就活のモチベーション維持にすごく困っています。私が中高の国立の一貫校に通っていたこともありまして、高校の同期がすごい優秀な子が多かったりだとか、自分と比べてしまってしんどくなることが多いです。早く就活が終わる方が優秀な方っていう風に今思ってるかなって思うんですけど、内定をもらって入社した後に自分が納得感を持って働いていくのが一番大事だと思うので、実際に入った後にどういう状態でやったらいいかなっていうのを考えていけた方が有意義な就活になるんじゃないかなって思います。就活って一つ一つの合否メールとかで結構モチベーション下がっちゃうかなって思うんですけど、一回下がっちゃった時は就活以外に目向けてもいいかなって思っていて、期限つけながらちょっとリフレッシュしてみると気分転換になってまた次から頑張ろうって思えるかなと思いますね。具体的にどこの部分改善したらいいかとかっていうのが今分かりきってないっていう部分があると思うので、ガクチカだけとかでちょっとフィードバックいただいてもいいですか。私が学生時代に頑張ったことは、カフェのアルバイトリーダーとして顧客満足度を 42% から 80% へと向上させたことです。他店舗が平均約6割であったのに対して著しく低い状態にありました。でこれについて私はアンケート結果を分析して課題が2点あると考えました。1点目が顧客の声がまず従業員に伝わっていなかったことと、2点目が従業員間でモチベーションの二極化がなされていたこと、それについて私は施策を一つずつ打ちました。1点目 の顧客の声が従業員に伝わっていなかったことに関しましては、後輩のマニュアル作りであったりアンケート結果を分析してグラフ化して可視化できるようにしました。そのモチベーションの二極化に関しましては、フードの売り上げを競うチーム戦を企画して従業員間で当事者意識を持ってもらえるようにしました。でこれを継続した結果、顧客満足度 42% から8割まで上げるっていうことを成功できました。今の学知化率直にどうですか。私もすごく体制を発揮したエピソードが多かったなと思っていて、自分で動いてその環境を変えていったっていうところがすごい良かったなと思ったんですけど、プラスアルファで良くするとしたら、事実からさらに自分が学んだこととか、なんか今後社会に出て会社でそこでの学びをどう生かしていくのかっていうところにまでつなげていけると、さらに入った後の活躍のイメージにもつながってアピールにつながるんじゃないかなと思います。大森さんならではの強みとか特徴とかってあるんですか。私が一番強みだなと思ってるところは2点あると思ってます。1点目が常に相手の目線に立って成長力がその他の人よりもあるんじゃないかなって思ってます。もう一つは粘り強くその目標に向かって泥臭く頑張れるみたいなところかなと思います。粘り強くってどれぐらい粘り強くとなんですか。ダンスサークルですごい怪我をしてしまったことがあったんですね。その時に周りに迷惑をかけてしまったっていう点がすごいしんどかったんですけど、私に何もできなかったっていう風に捉えるんじゃなくって、練習に毎日通ってその客観的にそのチームのことを見直したとか、そういったところかなと思います。どうですか。すごくいいと思います。結果だけではなくって学生さんの思考性とか、あとは行動の特性みたいなのを見てる企業さんが多いので、そういう大変な時こそどういうふうに考えて行動していくのかっていうところは、うまくいかないことがあっても乗り越えてくれそうだなっていうようなイメージにつながるので、企業の方も一緒に働きたいなと思いますし、ストレス耐性を持って乗り越えていけそうだなっていうのは強みとしてアピールするべきポイントなんじゃないかなと思います。優秀な学生の特徴を知りたいっておっしゃってたと思うんですけど、コモディティ化した強みとか学知覚とかを言ってもいいと思いますか。
似てるからダメとかは全然ないかなと思っていて、どちらかというとエピソードでちゃんとそこの行動力があるってところを示せるかどうかかなと思っていて、課題解決のために自分から積極的に動いた話とかを具体的に話していくってところで差別化とか図れるといいかなとは思いますね。ベンチャーに行く上でこれは覚悟しとけとか、実際に働いてみてその気づかれたこととかございましたら教えていただきたいです。実際に中を覗いてみなきゃわからないということはあるけれど、やっぱり大手で年功序列って言われているような企業に比べれば、やっぱり自分から学びに行く姿勢とかはすごく必要になってくるかなと思っていて、教育を過度に期待すぎるっていうよりかは自分から学びに行く主体性がある方っていうのはすごく求められてきますし、成果を上げやすいのかなとは思います。採用権あるとか、2年目で若手でチームリーダーやってますとか、結構そういうキラキラしたワード多いかなって思うんですけど、誰でもなれるわけじゃなくって、やっぱり考えて行動できるかとか、あんま環境に依存せずに自分でどんどん成長していくことが必要なんだなってところは頭に入っておけるといいかなとは思いますね。最後の質問もそのまま言ってもいいですか？内定後に1年間すごい猶予があると思うんですけど、これやっとくべきだったなとか、働かれていて思うことがございましたら教えていただきたいです。私が内定をもらってからは内定者としてインターンを内定先の企業でしてたんですけれども、入社する段階で自分がどういう姿になってたいかなっていうのを考えた時に、周りの同期よりも少し早く成果を出したいなと思ってたので、そういった経験をしてました。でもやっぱり学生時代だからこそできる、例えば友達との時間をたくさん過ごしたりっていうこととかは逆に言えばできないと思うので、入社の直前にどういう状態で迎えたいかなっていうのを考えて選択してもらうのがいいのかなと思います。飯田さんがやればよかったなってことはありますか？アルバイトとかはいろんなところで経験してみたかったかなというふうには思います、うん、面談で毎日学生さんといろんなお話をしてて、アルバイトといえども意外といろいろ経験させてもらえるんだなっていうこととか、私はしておいても面白かったのかなって思ったりはします。私は実際に内定先の社員さんだったりとか、実際に働かれてる方と交流を持つことを結構やってたなと思っていて、良くも悪くも絶対入社後ってギャップはあると思うんですよね。自分のやりたいことできるのかなとか、そういうところをイメージ付けしていけると結構いいかなとは思いますね。最後に大森さんの方から今日の感想をいただいてもよろしいでしょうか？こうやってレバレジーズの社員さんとお話しさせていただいてすごい楽しかったですし、めっちゃいろいろ落ち込んだりとか不安に思ってたこともあったんですけど、それに対してもっと自分にできることとか泥臭く頑張ろうっていうふうに思いました。ありがとうございます。キャリアチケットさんの YouTube チャンネルも下の概要欄にあるので、よかったら就活の悩みとかを解決するようなコンテンツがあるので、ぜひ覗いてみてください。あとキャリアチケットも下の概要欄に貼ってあるので、就活困ってる方はぜひ覗いてみていただきたいなっていうふうに思います。ということで本日は皆さんありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。